遺伝子組み換え作物の安全性については議論が続いています。8月31日国際環境保護団体グリーンピースが声明を発表し、アメリカの科学研究機構と中国政府系機構が湖南省で児童らを対象に遺伝子組み換え作物の人体実験を行ったことに対して非難しました。一方、中国の一部スーパーマーケットで販売されている遺伝子組み換え米の出どころに対して外部は疑問を投げかけます。8月1日アメリカの健康栄養専門誌が中国湖南省広陽市で6歳から8歳までの児童24人を対象に行った遺伝子組み換え米に含まれるカロチンのビタミン A への転換に関する実験報告を発表。この研究はアメリカのタフツ大学の指導の下で行われ、アメリカと農務省から資金援助を受けています。実験は中国湖南省疾病制御及び予防センター、中国栄養及び食品安全研究所、浙江省医学科学院などと合同で行われました。実験報告は発表とともにグリーンピースから強く非難されました。まもなく湖南省広陽市政府が関与を否定。一方、AFP はグリーンピースの報告書を引用し、2010年、中国湖南省の米国資本のスーパーマーケット、ウォールマートや他のスーパーマーケットチェーン店が遺伝子組み換え米を販売していたと報道。後に当局は遺伝子組み換え米とトウモロコシの実験許可を出しただけで、商業のための栽培許可は出していないと説明。これに対し AFP は、中国がもし商業用の遺伝子組み換え米を栽培しなかったとすれば、湖南省のスーパーマーケットで販売した遺伝子組み換え米は一体どこから来たのかと疑問を投げかけます。早在04、05年的时候，我们就发现转基因的稻种是从华中农业大学那以张启发为首的转基因研发团队流出来的。我们检测出这些转基因的乳制品，它是同一个品种。ラジオフリーアジアは、中国のスーパーマーケットの遺伝子組み換え米は中国で栽培された可能性が高いと報道しました。其实转基因的米是中国已经做出来了，据说有很多转基因的那个米的话已经都流传到外面，然后就是有一些农民啊已经拿去种了。沃尔玛的那些米如果是有转基因的话，从中国来的米可能机遇率比较大。遺伝子組み換え作物は除草剤や病害虫に強く、貯蔵性にも優れているため、生産者や流通業者にとって利点が多い反面、その安全性については議論が続いています。国際社会でも遺伝子組み換え作物の商業化はまだ認められていません。グリーンピースは人体実験を受けた湖南省の児童らに対し、医療及び法律の面で援助を行うよう呼びかけています。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府，政府与危险势力党党大于家。